人々との死闘は続く。攻撃を受けてなお平然とする相手にし、もうそれな。この世界は世界もはや道など存在しない。いい加減諦めを知れ。俺の中には諦めなんてもんはねえ。最後に勝つのは俺たちだ。そうできる限り穏便に送ってやろうと思っていたのだがな。いいだろう。はっここからは十分の時間だ。気をつけろ、サスケ。あいつはもう今までのオビトじゃねえ。ふっ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 抵抗するか。お前がどんなにすげえ力を手に入れても俺たちは絶対に諦めねえ。このまま決めるぞ、ナルト。それは愚かな手。あら、よった。さっさと呼べ。ぶっ飛ばす。ここからが本領発揮。認めたくねえけど、俺が夢で想像してる自分よりすげえ完璧だってばよ。行くぜ、クラマ。オビトは無限つくよみ落ち、お前らは十分耐える。痛みはナルト、もう終わりか。俺は行く。あいつが、俺は後悔、違う、行かせねえ。後悔したくねえんだ。やっときゃよ、サスケ。後悔はさ、いい。後悔。なぜここまで抵抗する。もはや無限つくよみ発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は事実もう終わっている。終わってねえよ、まだ俺とサスケがいる。さっさと呼べ。正直つぼみが開く。
その時点で世界は終わりだ。時間はもうないぞ。お前を倒すには十分な時間だ。さっさと呼べ。さっさと呼べ。俺の邪魔をするな。この力の前ではお前たちの抵抗など。さっさと呼べ。ナルト、次で決着をつけるぞ。お、眠るのは明日、夢は自分で見る。もうこの世界は終わるのだぞ。暗い。それなぜ戦う。自分の運動だから。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の運動だからだ。よっ、暗い。よっ、暗い。お前たちごときにこの俺は止められん。暗い。では俺に届かん。違うな、届かないのはお前の方だ。ああ、俺とサスケの力なめんなよ。お前は耐え切るだと。
というのか。そんなこと、そんなことあってたまるか。思いの強さが剣に宿る。布ぼこの剣だ。もうお前らは俺に勝てん。サスケ、決めるぞ。けなぜ俺はあんなイメージを。静止。この俺、後悔している。面して自分、どんな目、どんなに言葉、今さ。違う、お前は宇宙、俺と同じ。俺のやっている平和を実、行き先もはっきりした。一方が結局火影っての、火影になる、なったやつ、こっちの道。違う、もうお前は逃げんな。俺は第二の陸道仙人、夢の世界を作り人を安寧へと導く選ばれた者。金など今の俺に関係ない。それはてめえの本心じゃねえだろ。言葉で飾ったところで本当の心は変えられねえってばよ。本当のあんたはおかげを夢見た木の葉の忍びだ。誰でもない、名前のない忍びじゃねえ、陸道仙人でもねえ。あんたが宇宙は帯人なんだ。距離を取る。怖がんな。距離しっかり開け。自分の姿をちゃんと見ろ。それが本当に望んだ姿かよ。あんたの夢はおかげになることだったんだろう。あんたの仲間を、それを望んでたんじゃねえのか。距離思い出してるよ、仲間を。あんたの周りにいた仲間が今のあんたを望んでたと思うか。仲間、これ見たら死ぬ。距離を取るか、距離を、そら、距離を取るか。あらよっだ、距離を取るか。もういい加減目覚ませってばよ。俺は自分いいか。
命。む、意識不明に陥った。忍術天才ヒンドラは仲間との、だがヒンドラはこのと俺と戦う。この俺が力による完全なる秩序を作る。争いのない完全なる秩序。もうやめてくれ兄さん。俺は兄さんと戦いたくない。俺と戦う。お前が俺の相手になると思っているのか。この兄に抵抗する。アシュ弟といえど、一斉戦術螺旋合掌。貴様を倒し力による秩序安寧を作ってみせる。兄さん、それではいたずらに悲しみを生むだけだ。おっと、人と人がつながり手を取り合ってこそ本当の安寧がある。甘いな。それでは人はまとまらん。受けてみろ。愚かなのだ。ならば天に選ばれし俺が導かねばならん。ダメだ。そのような考えでは人はついてこない。それはただ恐怖で人を縛っているだけに過ぎない。いつの間にこれほどの力を。俺を支えてくれる人がいる。俺は倒れない。これが絆の力だ。俺が甘いというのだ。絆など何の意味もない。裏切られれば終わりだ。兄さん、肉とそしてチャクラ力は2。マダラは真珠をも取り込み、不死なる肉体を得ていた。かつてない。俺らで。お前をな。
目の前だ。師匠やナルトや忍びのみんなが望んだ平和が目の前にあるんだ。てめえを倒すまで倒れてたまっかよ。お前の言う平和など所詮かりそめのものに過ぎん。真なる平和は夢の中にこそある。夢こそ理想を叶える手段なのだ。夢夢うるせえよ。そんなに夢の中に生きてえならお前だけが生き上がれ。行けるぜ。今楽にしてやる。俺の道が正しかったことがわかるだろう。真の意味で人々が幸せになるのは俺の無限つくよみによってな。忍びたちの道は終わり、新しい夢の道が始まる。さすがに元死人なだけあるな。寝言は長い。俺たちの道は無限つくよみで終わらねえ。これ以上、旧時代の遺物がシャシャるな。竹井家族！ま、だが神主だが、ふん、了解。すべて届かぬ。お前逃がさない。さっさと呼べ。お前には届かぬ。お前たちは死んで、そして母さんに吸収されるんだ。それがお前たちに残された終わりの道。忍びという歴史の終わりだ。忍びの歴史ってのは、いろんな忍者が膝元に死んでるよ。ずっとずっと続いてる。サンクラちゃん、すごい思いなんだ。あっち行ったら行け。青だ。玉木
ト、サクラ、梅田、これが忍びの歴史だ、この野郎。よっしゃ、大成功。あとは好きにしろ。同じ女なら今だ。しゃあ、よっしゃ。ライナ、あとはだが、これが革命だ、しばくて。裏切り者の汚名を着せられ、誰にも認められることなく死んでいったイタチ。イタチこそ本当のホカゲであると結論付けたサスケは、兄のように全ての憎しみを一人で背負うことを決心したのだ。だが、ミナカ、サスケはイタチ、過去の迷いは断ち切り一新する。切らせねえ。俺は全部か、サスケはお前、絶対に。かつて二人が、前と同じだ。ここでまたお前が負ける。あの時と同じ拳はもう食らわねえよ。それもホカゲだって、お前には渡さねえ。お前はホカゲが何なのか、まるで分かってる。これでどうだっすよ。それ。これは全部過去の人たちから学んできた。第七階や仲間たちがいるから前に進んでこられた。今の俺を作っているもんだ。そんなことやのに切らせやしねえ。だったらどうする。分かってる。無駄な抵抗してるって。さくらちゃんが約束したからお前を連れて帰るって。今度こそ約束を守る。これでどうなったのよ。お前がいなくなれば、もう俺の革命を邪魔する者はいない。全てのケリをつける。させやしねえよ。俺と鞍馬でお前を止める。
史や仲間やみんなのつながりを守る。もちろん助けを本意さ、しかしどうした。まさかあれ式のこと違うだ。俺とオビトお前とさ、思い出せ。お前は堅くなだったを、いや敵対して憎しみに包まれ、他座と痛みを抱えあの美獣、そしてお前はとかなら、あとはたった一人だけ頑固な友を助けること。なーに、死や兄弟子、そして力が足り、それがなる。お前の心はま、自ら手を振りほど届かない思いな。みんな不可能を可能にできる。だからさ、こんなとこもっとかっこ悪い。それが僕たちの知ってる渦巻きの力だ。つながりは消えぬ。ならば目に炎をと、おたけびをあげろ。さあサスケくんが待ってる。行ってこいナルト、てめえのために。先の友のために。前かつて関わった友を、つながりは切れやしねえってばよ。つながり、つながり、うるせえんだ。お前はつながりがあるからこそ苦しいんだ。つながりが強ければ強いほど俺を悩ませるんだ。ナルト、てめえとのつながりが一番めんどくせえんだよ。なんで闇に行った俺をさっさと切りやがらねえ。仕方ねえだろ。俺はお前のことを兄弟だと思っちまってんだ。だからもう体と心が勝手に動いちまうんだよ。お前が一人にならないようにってずっと考えちまうんだよ。お前はやりたくやるぞ。サスケ、お前も知ってんだろ。俺が昔里のみんなに嫌われてたこと。俺も昔は里のみんなを恨んでた。一歩間違えればお前みたいに恐ろしいことを考えたかもしれねえ。それに俺はいつも一人だったけど、同じような奴がいるって分かって嬉しかった。本当はすぐに話しかけたかったけど、それはやめた。何でもできるお前が羨ましくて、勝手に俺のライバルに決めた。お前は俺の目標になった。何にもなかった俺がつながりを持てた。第7班で任務やってよ。お前みたいになりたくてずっとお前を追いかけた。だからサスケ、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて本当によかった。ナルト、お前が今更何を言おうと俺は変わらねえ。もうお前も里の奴らも一人残らず全員潰す。行き着くところ、お前の選択は俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、
そのどちら。魔境運になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そのどっちでもねえよ。そっちだ。なんなんだ。てめえは一体何がしてんだ。以前と同じように、俺はここでお前に勝つ。お前はまた俺に及ばずに負けるのさ。俺があん時とは違うって分かってんだろ。もう負けねえよ。違う、お前は変わってない。それが俺を苛立たせるんだ。だと？昔から変わらないお前のその態度が。お前みたいになりたかった。お前は俺の憧れだった。お前も俺も最初から分かってたんだ。口にこそ出さないけど、俺たちは友達なんだってことは。だから俺はお前をオロチマルに渡したくねえんだってばよ。なんでだ。そこまでして俺に。俺たちはやっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を止めるんだってばよ。つながりか。それだった。そのつながりを俺は断ち切るまでだ。お前がいなければ、お前が最初からいなければ、俺は残念だったな。最初からお前のそばにいたのが俺で、俺ってばしつこいからな。お前が諦めるまで俺は諦めねえぞ。超大玉の剣弾。よっと、前に気づかしやがって、ムカつくんだってばよ、お前は。ああ、てめえこそいつもバカしやがって。目に入るだけで目障りなんだよ。へえ、お前は俺の真似できねえだろ。俺ってばすごい。レベルが低いんだよ。情けねえと思わないのか。うん、全然思わないってばよ。お前こそいつもジメジメしやがって、見てるだけでイライラするんだってばよ。ああ。もっとみんなと遊んでみろよ。一緒に遊んだらお前だって。って言ってんだ俺。バカバカバカ。勝手に混乱しやがって、意味わかんねえやつだな。
死力を尽くしてった。動けなくなった。俺は俺死んで決着つくなんて思うな。俺のやりたいことはもちろん俺がまたお前に立てつくかもわからんぞ。もうお前はそんなこと、なぜそう言い切る。これ以上同じ通話か。そうや、うるせえよ、うすら。その後こうして、そう、己の渦巻き。歴史の礎、その修復はなった。礎の書は現世を救う鍵となる。よくぞ大役を果たした。伝説の三人、ジライアよ。歴史を紡いだ者にこそ分かることがある。
黎明に始まり、過去をつなぎ、そして現在を作る者がいる。すなわち、忍びの歴史とは、かの者を核とした物語とも言えよう。さあ、仕上げの時だ。名を記すがよい。己が胸に秘める心のままの名を。